セダム属や小さな葉っぱの多肉植物を好んで生産販売してます、市川ファームです。今日は11月2日、クラスラ属のベニチゴの紹介をしようと思います。この品種は紅葉すると真っ赤になって、ちょっと深めの赤になって、そうですね、可愛いというか寄せ植えにも使えるし、そうですね、一株でこうもりもり育てるっていう感じではないか、感じではない、でも鉢でこう立派に育てるのも、いいかなと思います。とにかく冬真っ赤になって、あと春にあの可愛い花が咲きます。丸っこいボールみたいな、あれも人気のある品種です。また紅葉したり花が咲いたら、動画は出していこうかなと思います。で今この11月の、状況はこんな感じなんですけど、夏場はそう、暑さにはそれほど強くなくて、こう元気がなくなってるんで、市川ファームではあんまりカットもせず、ただ乾いたら水をあげてるだけで、涼しくなってから手をつけるっていう感じにしてます。でやっぱりいつも通りこうやってちょっと背が高くなって大きくなってるところをカットしていって刺していきます。で、この株がちょっと切ってしょぼいというか変異そうな感じだったら、こういうのをこの今ここに刺しとくっていうのもありかなと思います。で、こんな感じで、うちでは一寸の苗を作ってます、なかなかこう真夏とかにまだ暑さの残ってる時期なんかにこうカットしちゃうと、こう切って刺した方もつかなかったり、この切った方もちょっとダメージ受けて調子崩したりってするんで、この品種はまあまあ涼しくなってからこう触るのがおすすめかなと思います。でも秋冬春といい感じに育ってくれる品種なんで、よかったら育ててみてください。今回はクラスラ属のベニチゴの紹介でした。ありがとうございました。